公益財団法人パナソニック教育財団は次世代を担う子どもたちの未来を作る創造力と豊かな人間性を育む活動に取り組んでいる公益財団法人。学力向上や人間力向上などの教育課題の改善に ICT を効果的に活用して取り組む教育実践に対して助成を行う。助成は1年間の研究を対象にし、 毎年約70件に対して、各50万円の助成金を贈呈。応募資格は、小、中、高等学校、特別支援学校、教育センターなどの団体。また、2年間の継続研究に対して助成する、特別研究指定校の制度があり、実践の過程や成果を広く公開している。応募資格は、小中学校、助成金額は150万円で、 毎年4件程度が対象である。さらに、学校現場に詳しい大学の研究者は1年間に3回学校を訪問し、相談、アドバイスを行う。大学等の高等教育機関の研究者が行う、学校の教育実践活動を支援、助言する研究や実践活動のヒントあるいは、モデルとなる研究に対して助成を行う。研究のプロセスや成果を、 財団のホームページなどを通じて学校現場の教員に役に立つ形で発信。デジタルテレビや電子黒板などの ICT 機器を授業の中で活用するための研修事業を展開している。多くの教員が授業ですぐに使える研修教材を提供し校内研修などで利用できるようにしている。ICT の教育利用に関する研究活動を研究者や 関連団体と共同で行っている。日本人の心の後輩に危機感を抱き、これに歯止めをかけたいとの思いを共有する有識者16名が集い、心を育む総合フォーラムが設立。公開シンポジウムや出版物、優れた活動の表彰などを通じて、心を育む活動を応援している。ありがとうございます。